森徳一郎は愛知県庭郡浅野村出身の郷土市や縄文時代の遺跡である馬水川遺跡を発見したこと市宮市を編纂したことで知られている。浅野公園1885年11月2日、徳一郎は愛知県庭郡浅野村で味噌や醤油の醸造業を制業とする森家に生まれた幼少期に亡くなった双子の弟がいる。 岐阜県蟹群三竹町にある岐阜県立東農中学校に進学したが中退。青年期には廃人を志し、佐藤光六や川藤壁後等に学んだ。浅野守や徳一郎などという配合を用いている。1914年には浅野村にあった浅野長政幸拓跡の検証を志して、浅野史跡検証会を結成し、 1917年には、その努力が、浅野公園として、実を結んだ。1925年には、縄文時代、弥生時代、古墳時代に至る複合遺跡である、馬水み遺跡を発見して学会に報告。当時は、尾張地方平野部に、戦死時代の遺跡は存在しないとするのが定説だった。ため、森の報告は驚きをもって受け止められた。 考古学者の大場岩親森本六南寺らを馬水海遺跡に案内し、出土物の考察結果を学会に発表し続けた。1925年には、市宮市の日野恒太郎市長から、市宮市の編纂を委嘱され、資料の収集や執筆作業を行った。委嘱から14年後の1939年、 森林右衛門市町の下でついに市宮市市が刊行された。その後も市宮市西成編や貴重市の編纂に携わり、また多くの次長刊行した。市宮市民には森徳さんとして親しまれ、1972年に戦火の客となった。ありがとうございます。